おはようございます。最悪カメラが壊れた。このタイミングで今エミネンの借りて撮ってます。こんなタイミングでよ。もしかしたら画質が悪いかもしれん。だって久しぶりの韓国なのに。なんでなんでエミコのカメラが画質悪いって言うんだよ。あ、そか。てめえはよ、ほんとに。お前最近さ、なんかそのてめえはよっていう口癖マジやめろ。ハローおじさんみたいな。使ったらちょっとなんか気まずいみたいなタイプの人に使うのが特徴です。てめえはよ、やばいやろこいつ。変わり者って言われます。え、全然違う。それは似たような人やけど超常識人やなって思う。なんかカメラの前やと変わってるけど、田中みたいなことそんなことないんですか。お金のことですか。マジでさ、金の匂いさせんでくれ。やめてもらっていい。パンより先にお金の話をしてくるかな。ねえ、やめてもらっていい。言えたいけど。てめえはよ、本当に。すごいな、韓国のさ、コンビニに興奮した。なんか日本のドンキとかにしか売ってないさ、うん、ちょっとした韓国のラーメンとか何かとかがもうブワーってあってさ。あー、そうやな。え、あのさ、私以外のさ、普通のガチの友達と来たことある？ない。友達と来たら楽しいよ。楽しそう。まあ、多分エミと来るのが一番楽しいんやと思うけど。まあ、絶対そう。いやいや、割と喋れる人。なんか彼氏と遠出をしたいな。いや、温泉とか行けないよ。真冬の草津温泉超良かった。行けないよじゃなくて。おる前提で言ってもらうの。やめてもらっていい？マスカラした後、たまめ動かさんけん。ちょっとやめてもらっていい？この本当にこれめっちゃいい。あんたってさ、プニプニ？でもこれ、もともと下地やけん、そのなんか上に塗っても嫌な感じする。あ、トゥントゥン、トゥトゥン、トゥントゥン、トゥトゥン。あ、トゥントゥン、トゥトゥン、トゥントゥン、トゥトゥン。あ、トゥントゥン、トゥトゥン、トゥントゥン、トゥトゥン。あら、よいしょ、トゥントゥン、トゥトゥン、トゥントゥン、トゥ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 ントゥン、トゥ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 やめてもらっていい？ニコちゃんたちも一緒のホテルなんかで、びっくりしたよね、空港で。本当にラウンジにもいて、でなんかまたラウンジでもあーみたいな感じになって、あの席ついてさ、隣に、あ、隣いや、そうだよ隣そうだよ、飛行機で、ね、見てほら、チークを塗ると最近気づいた、キリマル感が。なんか顔のパーツの高さがさ、チークで緩和されてるね。そう、エミなんか今顔長いチーク塗ってないけん顔長い。チーク塗ってるよ。え、塗ってるよ。あ、じゃあ濃すぎる私が。え、塗ってない？塗ってるよ、自然にほら塗る。女優なんだよ私の肌。で、私さ、太ってさ、で、エミ最近痩せたやん。うん、2.5kg。あの顔のさ、あ、でもここら辺の輪郭のほら感じが分かりやすいくらい違う。長いと丸いみたいな。長いって言うな。え、なんかさ、デブと細いだ。あいつ NHK の身を舞うじゃなくて粘土のやつ。ねえ、だっけあれ超懐かしい。爽やか三組。え、ストレッチマン見よった？見よったよ。めっちゃキリみたいな顔のおじいちゃん。てめえはよ。うちのじいちゃんにちょんけんってすごい。じいちゃんにちょんよな。最近じいちゃんや、うん、私のおじちゃんがこの動画を見てくれてるくて、多分いつも。で、おじちゃんに全然会ってないやん。お母さんのね、お兄ちゃん。10年ぶりくらいにここで会話しよう。ビーボさん。ビーボさん、元気ですか？なんか最近コメントをちょこちょこしてくれてるの知ってるよ、私たちは。私たちは気づいてますよ。あの、体型に気をつけてください。いや、本当に。ナルトうどんばっかりいかないの。ちなみに、ナルトうどんは、山かけおろしうどんが好きです。え、一緒。え、そば派。うどん派？いや、そば派。あったかい、冷たい。せーの、さん、はい。冷たい。キモいって。マジで一緒なんやけど。キモいって。あんだけあるのか。え、でさ、丼頼むなら何？せーの、さん、はい。ステーキ丼。キモいってもう。てめえはよ。違うんだよ。あれだよ。育った環境が一緒だからだよ。そうか。幼少期からそればっか食べて、それを4人でシェアしてたじゃん。え、家いました？いや、いました。記憶ないですけど。あの、一番下の弟は覚えてるんですけど、キリマルさんいました？いましたっけ？え、いました、あなた。本当にお姉ちゃんと住んだ記憶がなくて。ナルトうどんに行く時とかさ、キイと一緒にお茶とちょっとおつ、うん、え、エミさ、昔さ、エミ子さ、ナルトうどんっていう大分のさ、うどん屋さんがあって、で、家に帰ろうって言って帰って、で、車乗って帰ったんやけど、あの、エミが乗ってた後ろの後部座席のところに、まあ、家着いて車から降りるやんか、そしたらさ、エミが座ってた後部座席のところにさ、ナルトうどんのさ、座布団が座布団引かれててさ、エミコさ、多分ケツで挟んでさ
かケツの筋力やばいんですよ、うちの姉ちゃん。やばい、確かに。ケツの、ケツ筋、うん、ケツ筋がもう、もげ筋。ケツ筋パワーアップ。おい、覚えとけよ、ほんとに。エミの方のチャンネルで容赦なくやるけど。エミ子は、ケツ筋女です。なんか、ああいう綺麗なお姉さんみたいな感じですけど、実は、ケツ筋エグいです。ということで、今日は楽しんでいきたいと思います。無理やり締めんね。じゃあねー。よ、いい締めだった。あ、お尻の筋肉もいい締めですね。てめえはよ。てめえはよ、本当に。